今日十11月26日いい風呂の日で草津温泉の地蔵の湯の広場のいい湯だらの花火のところで、まあ、皆さんに資料を配りして一緒に喜んだわけですがいろいろあります草津節ということで16種類調べましたであのー、どれがね,、あのーねえー、成長なのか分かんないで面白いのがねえー、とー 山村種子さんのね、えー、6番。草津男にゃ女は掘れぬどっこいしょ掘れぬはずだよこりゃ軸がないよちょいなちょいな。落語で演劇師匠がようまいんだ、この軸がないっていうね。芯がしっかりしてないって意味なんでしょうが、あのー、狂話でよくね、こんな言い方をします。あともう一つね、 えーとー山村豊子さん、5番「すいたけれども、好かれちゃいない、どっこいしょ、磯のあわびでこりゃた思いよ、ちょいなちょいな」って、あわびの詩じゃねえかよ、落語の。<laughs> 本当にこれで、ね、いろんなバージョン覚えて、カラオケで歌ったり、湯もみ賞お金払ってね、入ってね、あの歌ったら、本当、楽しいですよ。 うん、あのこれ日本人の方にお配りしました30人ぐらいかな。